こんにちは。エステティシャンの映画だ話。今日は聖なる鹿殺しについて話していきたいと思います。これ、今回もまた、えー、この映画も美人さんが、まあ、出てますので、ね、まあ、三人ね、出てますけれども、あの、ニコール・キットマンと、娘役の人と、あともう一人、えー、マーティのお母さん。まあ、三人、美人さん出てますが まあやっぱり何と言ってもこのニコールキットマン目線と言いますか、えちょっとそれで、えおしゃべりしていきたいと思いますが、まあこれまあ人、人として、人の親として考えたときに、え非常に白状な感じがするんですけれども、アナというね、ニコールキットマンじゃあの、これ、ライオン、ライオン界で考えると、まあ、 とても真っ当というか、あの、そうだねっていう感じですよね。で、ライオンっていうとね、やっぱりハーレムを作って、で、強いオスが一匹いて、で、その強いオスが他のオスに負けると、えー、その前のオスの子供たちはみだ殺しにされるっていうね、まあ、習性持ってますけれども、まあ、あの、新しいオスにね、殺されちゃうわけですが、あの、メスはね、黙って見てます。 特に助けたりしないそうですでまさに今回の絵は、まあ、そういった側面あるなとでまあ子供たち皆殺しにはしませんが、えー、男の子のボブが殺されるってことはなんか当然のように決まってま決まってることが当然っていう感じの進み方してましたよねあのキムもお姉ちゃんであるキムもあなたが死んじゃうけどみたいなあの えっと、プレイヤー使わしてね、みたいなとか、えー、言ってみたり、えー、マーティン自身も、もう、僕はもうすぐ死んじゃうからです、あの、大事にしてあげて、みたいな、えー、言ったりしますし。で、また、ニコール・キットマン自身も、えー、マーティンにね、貸し付いてみたけれど、どうやらマーティンは、その、選ぶ権利はないんだと。誰を殺すかは、 選ぶ権利がないんだってなったときに、えー、今度はね、えー、夫、コリン・ファレル、演じるスティーブン、えー、もう、残酷だけど、えー、誰か、一人選ぶなら子供たちだっていうふうに言うわけですよね。いや、普通親だったら、しかもそれまでのニコール・キットマンの感じ、えー、すごい心配してる感じありましたよね。えー してももちろんですし、その、えー、キムがね、続けて、その、パタンで倒れた時も泣いてるような場面があって。で、えー、そういうね、こういう不運を引き起こしたら、ね、スティーブン、あんたのせいよってって、怒ったりも、怒ったりというか、問い詰めたり、えー、してるシーンもありましたね。すごいなんか、まあ、一般的なお母さんという言い方変ですけど、まあまあ、母親善とした、えー、人なのかと思いきや、 全然違いましたね。えー、強いオスについていくっていう感じ。まあ確かにその目線で見ると、えー、最初から、最初の方のシーンでね、あの、全身麻酔なんつって、その下敷き姿になって、こう、ゴロンってね、転がって、まあ、されるがままっていうようなね、えー、感じのこと、ありましたし、で、スティーブンは、あの、 どっかでね、この眼界である穴をバカにしてるっていうところありましたけれども、でも別にそれに対して腹を立てるっていう感じでもなく、えー、また、マーティンがね、嘘で、まあその、スティーブンはうちのお母さんともイチャイチャよくしてたんだよって言った時も、特別こう感情が動いてるっていう感じありませんでしたよね。またあとは、あの、 麻酔会のね、友人の医者にね、情報を引き出す代わりに手こきしてあげてましたけど、あの感情ゼロの手こき、すごいですね。なんか嫌な感情とかもなく、約束だからやるみたいなね。あの徹してる感じ。いや、すごいです。なので、感情優先っていうよりは、あの、もう生存本能としてね。 自分がいかにこう優位な立場で生きていくためにはどうしたらいいかっていうことを思う気に考えてる、えー、お母さんであり、またその血をついてるキムも同じことしてましたからね。マーティンに対して、マーティンはどうやら強い様子だというふうに感じて。で、なんかこう、そもそも最初から私、所長を迎えてるのって言ってみたりとかね。 なんかこう感じ取ってるんでしょうね。この人はただ者じゃないみたいな。なで、まあ、あの、お母さん同様、下着姿でベッドに横たわって差し出すという自分を。いや、これはなかなかそういう意味で本当に動物的というかね、良くも悪くも。えぇ、ー、ま、ある種、彼女たちなりの理性というかね、えー、という感情じゃない。そういった意味では昨日ね、 えー、取り上げた、アキコさんだ。真逆ですよね。絶対に怒鳴ったりとかしない。えー、もう、ただただ、えー、必要なことをやっていくっていうね、淡々とっていう感じで。いや、それか面白いなと、それは。で、なんかこの感じ、どっかで見たことあるなと思ったら、ノクターナルアニマルスのお母さんですね。えー、お母さんもかなり、えー、まあ、上流階級のお母さん、ずっと もう上流階級で育って上流階級の人と結婚してっていう感じのお母さんでしたけれども、その感じ。えー、あなたはね、もういい暮らししかできないんだから、その、そういうね、なんか熱いね、感情論というかね、なんかそういう、うん、なんていうか、こと、そういう夢物語みたいなことに惑わされないで、ね。も もうあなたには無理なんだからっていう、悟シンあの、ノクターナルありますね。ありましたけど、あの感じすごいんてる。えー、すごい自分のことをよくわかってるし、えー、無駄なことは一切しないし、っていうね、えー、感じで非常に頭のいい女性、っていう感じがしましたね。で、やっぱりそのキムもね、血をついでるんですけど、 やっぱりまだ若いですから、10代の子供ですからね。やっぱニコール・キットマン。えー、穴ほど、こう、成熟してないという考えがね、振り切ってないという感じがありましたね。はい。とそのマーティンあ、マーティンじゃない、コリン・ファレルレンジ、スティーブンはまた、それとは対照的で、えー、本当にどうしようもないというか、弱い、弱い人でしたね。多ももともとアル中だったんでしょうね、なんか。 ね、手術の前に飲んじゃ、我慢できずに飲んじゃうってるぐらいですから、で、それ禁酒して、で、まあ、禁酒したからって強い人間になるわけではありませんので、えー、最後の方でね、まあ、誰か一人殺さなきゃいけないと、もう、のね、目から血出てきましたから、ってなった時のあの殺し方、いや、もう、責任逃れのね、ぐるぐる、あの、領地を持ってぐるぐる回って、 その偶然に、偶然撃っちゃったんだと、偶然誰かを撃っちゃったんだっていう言い訳を作るためのあの殺し方はみっともないですね。はい。まあ、本当に弱い男だなと思いましたけれども、なんかやっぱりこう、いろんなみ、なんか本当はなんかなんですか、そういう、 神話とかにもなんか関係してるようなんですが、全然私は神話を知らないので、えー、よくわからないですけれども、なんかいろんな見方ができる映画で、えー、よかったかなと思います。はい。皆さんもまた、えー、ご覧になってみてください。終わりです。あと言い忘れたんですけど、あのー、マーティン、バリー・コーガン演じるマーティン。 すごいですね、えー。ずっと感情ゼロ。楽しげなことを言ってるときも、えー、怒ってるようなことを言ってるときも同じ顔ってすごいですね。あれは不気味でしたね。あとすごい、あの、納得したのはね、えー、スティーブに捕まえられてね、えー、これはメタファーなんだっていうときに、あの、シンボルか、象徴なんだって言ったの時にその腕を噛むじゃないですか、まあ、で。 この、その傷がね、言えるにはもう変になでだ、撫でだれたりしても痛いだけだよな、みたいな。同じ目に遭わないと言えないよな、って言ったところは本当にすごくわかりやすいなと、と、えー、思いました。はい。では、以上です。